説明しよう。ストグラとは、仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな町の一人のギャングのお話。すごい。あ、ごめんね、電話来た。はい、どうぞどうぞ。はい、もしもし。あ、もしもし、すいません、タクシーお願いしたいんですけど。あ、はい、わかりました。どちらまで。すいません、なお今なんか9000って書いてるところにいて。9000、はい。9000はちょっと今日来たばっかりでわかんないんですけど、チリが。9000、わかりました。9000に行きますね、では。はい、お願いします。はい。はい。会社でー。あー、タクシー呼ばれました？あ、呼びました。はい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 。これタクシーですか、これ。はい、タクシーです。めちゃくちゃかっこいいですね。僕、今日町に来た水木ピオって言います。水木ピオさん。はい。ピオさん、かわいい名前してるね。ありがとうございます、ちょっと。ありがとうございます。実はギャング立てようとしてるしね。あ、そうなんですね。ギャング所属してるわけじゃなくて、自分で。あ、そう。じゃあもう、君、うちのギャング就職でいい？え、そんなんいいんですか？あって20分で。まあ、だって君には何のつながりも何もないし。ありがとうございます。え、俺がギャング立てそうみたいな情報を、例えば他に、なんだろうな、他から探り入れられてどっかのスパイですなんてこともないでしょ。今日来たばっかりだから。そうですね、もう真っさらです。真っさらブルージーンズです。例えばもう銀行を決めに行こうとして提出してみたいだとか。提出できるかな。まあ最初はそのなんか1対1を消耗したりとかさ。ああ、それもありなんですね。まあありやね。なんか買うのをやりたいな。なんか違うのやりたい。この人質解放条件で。ああ、変わったのやりたいってこと？変わったのやりたいですけどね。ああ、それコチハンですね。それはじゃあ。それがコチハンなんですね。それがコチハンですね。じゃあ一旦ちょっとコチハン考えてみる？考えてみます？イントロクイズします？イントロクイズ？あ、どれで？どれって分からんけど、何で？僕、ギター弾けるんで。ああ、ギター弾けるんだ。へえ。イントロクイズであります。じゃあちょっと全部で5問ぐらいを用意しといてもらって。わかりました。電話するな。はい、はい、もしもし、パチオです。もしもし、こちら犯罪者。犯罪者さん、どうしましたか？今暇か？今ちょっと片付け中って感じです、全体の。ああ、なるほどね。はい、なんかありますか？いや、もしもし、こちら犯罪者って言われたらもう巻きまくりじゃないか。いや、一応確認しないと。なるほど。はい、銀行ごとですね。銀行ごとだ。わかりました。多分もうちょいでいけると思います。今来ます。はい、仲間たちが。はい。ピオさん、早速犯罪を。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんか妖怪を探すには犯罪をするしかないとなったそうで、はい、ああ、なるほど。まあ確かにね、妖怪率高いか。いや、なんかもう、なんかその彼のロジックの中では犯罪をしていた方が妖怪に出会える確率が上がるらしく。ああ、イレギュラーな方が。そうなんだ。ということで、今回の銀行強盗はイントロクイズ銀行強盗です。イエーイ。すごい。バーバーも来た。この町の警察がどういう風に銀行を守ってるかっていうのを見せてあげようと思って。もう一番お手本になる犯罪だ、これが。よし、任せてくれ。そうだ、今からアコギで、いろんなイントロの部分が流れる。全部で5問ある。もしかしたら増えるかもしれない。優しいですね、この銀行強盗。そんなことないぞ、怖いぞ。ほら。そして、5問あるんだが、まあさすがに有名どころからしか持ってきてないな。なるほど。だから5問すべて、正解してほしい。うん。4問じゃダメと。4問じゃダメ。5問すべて正解してください。了解。5問すべて正解した暁には、警察が勝った暁には、指名手配犯のアドミルさんを逮捕できます。やったね。なんかこの陽気な銀行強盗は。よし、カメラ準備はいいな。ではまずは1問目、水木。
はい、まあ、1問目初級編いきます。はい、お願いします。はい、あー早いね、早いじゃないか。俺も分かった、今の気だな。分かった。逆に分かってない人、聞いてなかったよ。聞いてない、じゃあもう一回、もう一回じゃあちょっとだけ引いてもらってもいいね。もう一回いきますね。うん、聞いてて。あ、分かった。うん、みんな。いや、これは有名ですよ。うん、まあこれはさすがにみんな分かると思うから、せーので答えるか、じゃあ。はい。はい、行くよ。せーの。お腹に。構成。歌い出した。歌い出した。なんで A メロ行くね。そういうこと、歌詞じゃないの。はいはい、歌詞じゃない。曲名ね。はいはい。そうです、正解です。すごーい。うまい。では、2問目。はい。はい。2問目いきます。はい。はい。あ、私も分かったよ。分かんない俺。あ、じゃあ分かんない人もいるから、もうちょい、もうちょい行けるとこまで行こう。これ世代、行けるとこまで行こう。もうちょい行きますね。世代とか言うな。言わない。ちょっと自転車欲しくなる。はいはい。まあヒントはあれだよね。柑橘系っつったらいいかな。はいはいはい。まあじゃあ分かんない人は分かんないかもしれないから、じゃあ警察の中でちょ答えをじゃあ決めてください。はい。はい、よし、任せた。ああやって警察がこそこそあの話してる間は、あの我々は暇な時間だからね、これはね。うん、そうだね、私もそうだ。シンキングタイムっぽいのを流すじゃん。はい、タイムアップ。バカでは今校庭来たから、もう一回やって。もう一回引いてもらっていい？ルール知らないから。もう一回だけ今のじゃあ引いて。じゃあイントロクイズやってます。コンテさん分かんないんじゃないかな、これ。いきます。ないもいいよ。どういうやって。いきますよ。ああ、え、もう真っ黄色じゃない。お前言うなよ。まあいいけど。知らないんだけど、この曲。知らないのか。まあ知らない人は知らないかもね。手のその音で。え、サビ歌ってください。確かに聞きたい。サビですか。はい。この長い長い下り坂を、うまい、自転車の後ろに乗せて。そう、この曲なんだ。じゃあ次3問目、ここから辺からは中級ぐらいになってくるな。うん、はい、ほら3問目いきます。はい、はい、あ、わかった。じゃあ警察のみんなであの答えを精査してください。サブロー今聞こえてた？ギター。聞こえてなかった。あ、じゃあもう一回だけさらっと弾いてあげて。もう一回だけいきます。あ、もう一回だけ弾いてあげて。はい、じゃあサブロー警察のみんなとこの曲は何か話してください。そうなの？わかんない。そうなんだ。まあ、うん、そう、似てるとこ完璧やね。完璧やんか。はい、じゃあ正解を教えてください。正解は、はい、サウダージ正解。正解でーす。すごい。じゃあ次、ヒロさんに次案内してもらって。投げたまま投げた。ちょっとやることできてごめんなさいね。じゃあ次4問目、ここら辺からだいぶむずいかな。うん、いきますよ。いいよ。あー、分かる。はいはいはい。これはもう、これ2000年代攻めてるな。めちゃくちゃわかるな。最新です、これ。ファーストテイク世代。ファーストテイク世代とかあるんだ。ファーストテイクのプロデューサーは絶対ね、うん、昭和か平成初期生まれぐらいだと思う。大体そうだろ、プロデューサー多分。いやいや、もうあの、本当にわからない。じゃあみんなで精査してください。おお、じゃあもう一回だけ弾く？いいよ。そうですね。
新卒にですか。出てる。テレッ、それだ、合ってるよ。テテテ。さあ曲名は？なんだこれ。スピッツの。うん。スピッツの。だから。うん、スピッツの。スピッツのあれだよな、みんな。分かってるよな。え、つぼ。投げられないまま。神様の。いや、歌わなくていいよ、別に。どうすんの。さあ、誰か、じゃあ代表者。いや、歌ってたらいつかタイトル違う違う、それはロマンチコやと違う。この胸に溢れてるきっと今は自由に空も飛べる、空も飛べるはずじゃない。ついた。正解。じゃあ最後5問目ラスト。これはめちゃめちゃむずいです。めちゃめちゃむずい、了解。はい。これはあのまあ一応でも本人も弾き語りバージョンやってたんで、俺こっち側でもいい、ちょっとこの問題だけ。おう、俺これ正解したら捕まるんだけど、俺もこっち側がいい。こんにちは。最後の問題、はい、はい、行きます。はい、にも乗れる。俺わかんない、本当にわかんないんだよね俺。スピッツじゃなくない？え？なんでスピッツ攻めやと思ってる？それさ、それさ、もうちょっといけない？もうちょっといけない？でもイントロなんです。イントロからはみ出てもいいよ。はみ出る、ちょっと A メロちょっとまで行く。A メロちょっとはみ出てほしい。はみ出て。イントロクイズをやっています。全問正解できたら指名手配犯。はい。この次か A メロ。わかった。なるほどね。はい、行きましょう。カペ。絶妙にピッて切ってるけど今。いや、その音程で入ってこられたらわかるよ。さすがにわかるか。俺はわかるな。カーン。カーンしか。わかったような気がする。最後もう一回行きますか。歌っちゃダメよ、もう入れちゃダメ、次入れちゃダメじゃ。次、え、か、あれなし。かは入れちゃダメ、はい。はい。僕行きますね。これはでもすごいわ。いい問題だ。ああ。わかりました。お。じゃあ皆さん答えを、経過の中で精査してください。風立ちぬ。違うよ。イントロクイズですか。風の。あ、はい、そうです。麦わらじゃないこれ。あ、そうだよ。風の匂いが少しみたいなやつ。え、わかんない。まあニュアンスは一緒。ちょ誰かちょっとあの全然思い出せんから。うん。あれもわかんない。ニャ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 みたいなやつ。あ、そんな感じ。わかんねえや。メタ。あれ、あいみょんっぽいなと思ったんだけど、最初。そうだよ。ああ、それか。え、君ロッパ聞かないみたいなやつ。いや、そっちじゃない。それじゃない。こっちじゃない。麦わらの。たどり着くのおもろいな。みんなで一旦ニャニャニャ歌い始めてマリゴルまで行くの可愛いな。エリを頼む。正解は？正解は？これマリーゴルドだろ名前。マリーゴルド。正解。
次は次はいやこれ5問目なんですよね。あじゃあ次すいませんあります、なんか次もう難易度どのくらいでもいいです。じゃあいいね、おかわり来ちゃってるから、はい。もうじゃあ絶対わかるやつになるけど。おお、いいんじゃない？いいですか？いきますよ。はい。はい。エキシビジョン。あーあーなんだ。多少なんでわかったみたいな顔してるね。わかるだろこれは。わかんなかったこれ。トゥルン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 トゥでしょ。わけなんてないさ。おしゃれな始まり。違う。この街にちゃんと生きてたらわかりますよ。曲名わかんないけどね、俺。あもう一回いきますよ。わかったわかった。わかったわ。ああ、確かに。わかった。合うのね。うまい。バイナッシ曲名わかりますか？自分にはおいしさダメさ。ママとママが。正式タイトルでお願いします。これみんな歌ってタイトル出るの？どうしてなの目の前にいるのに月の下眠る月の下ツナイト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 チョロチョロマンですか？月の下眠る君チョロチョロじゃなかった？そうツナイト月の下眠る君にみたいな。握って連れ出して夢の中の幼稚園の学長子供たちが急に歌い出したよ。上手だね上手だねはい、じゃあちょっと正解はトゥナイトチョロチョロチョロ月の下眠る君月の下眠る君に君になのかな君かなにチョロチョロにチョロチョロはい正解は正解ははい月の下眠る君にです。おお正解です。正解やったー楽しいやったじゃあ逮捕だ。じゃあ逮捕で決めて廃藩ということで今回逮捕ですね。はい、では駐車場の猫はですよ。それは2問目じゃまだ言ってる。あれ1番目何も1問目何でしたっけ？1問目ははい、あだドルチェ&ガッパーナ。あそう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 、ちょどんなだっけドルチェ&ガッパーナって。えドルチェ&ガッパーナはてれれれれあ確かにこれは一発でわかるわ